構成エッジコンピューティングとは、利用者や端末と物理的に近い場所に処理装置を分散配置して、ネットワークの端点でデータ処理を行う技術の総称。多くのデバイスが接続される IoT 時代となり、提唱されるようになった。エッジコンピューティングは分散コンピューティングの活用であり、サーバー処理とデータストレージをリクエスト元に、ネットワーク上距離を近づけることで、 処理応答時間を改善し、バックボーン帯域幅を節約することに寄与する。エッジコンピューティングの起源は、要求元ユーザーの近くに配置された、エッジサーバーからウェブお及びストリームコンテンツを提供するために1990年代後半に開始されたコンテンツデリバリーネットワークにある。近年これらのネットワークは、 エッジサーバーでアプリケーションとアプリケーションコンポーネントをホストするよう進化しリアルタイムデータ処理などのアプリケーションをホストする IoT を見越した最新のエッジコンピューティングは仮想化テクノロジーを通じてこのアプローチを大幅に拡張しエッジサーバーでの幅広いアプリケーションの展開と実行を容易にしているエッジコンピューティングは要求元ユーザーが利用するネットワーク上での ラストマイルネットワークもよりで低遅延を実現するあらゆる処理アプリケーションでる。例えばリアルタイム処理が必要なアプリケーションの場合、クラウドコンピューティングはビッグデータやメイン処理を行い、エッジコンピューティングはセンサーまたはユーザーによって生成されたリアルタイムデータなどのインスタントデータ処理を行う。ゲームストリーミングに使用されるエッジノードはゲームレッドと呼ばれ、 通常はリアルタイムゲームの応答時間の制約を満たすために、クライアントからネットワーク上1から2ホップ程度の近接である。IoT デバイスの増加により、データセンターやクラウド上で処理される大量のデータが生成され、クラウド側ネットワーク帯域幅の要件が限界に達しているケースが少なくない。ネットワークテクノロジーの改善も限界があり、クラウドサービスで利用されている。 データセンターとしても場合によっては転送速度と応答時間を保証できないケースも発生しており、これは多くのアプリケーションにとって問題となる可能性がある。さらに、IoT デバイスは常にホスト側とのリアルタイム性を要求されるデータ通信が発生するため、コンテンツデリバリネットワークを構築してデータとサービスのプロビジョニングを分散し、 エンドユーザーとの物理的な近接性を持つする必要がある。エッジコンピューティングの目的は一部処理をクラウドサービスからネットワークのエッジに移動させ、クラウドに代わってタスクを実行し、サービスを提供することでコンテンツキャッシュ、サービス配信、ストレージ、IoT 機器管理を提供し、応答時間と転送速度を向上させることができる。エッジコンピューティングとは何か ありがとうございます。